誰かサークルのりょうちゃんさんに連絡を取って自分が連絡欲しいって言ってるっていうことを伝えていただけないですか。昨日の夜ぐらいから今日の今のりょうちゃんさんのテレパシーが聞こえるんですね。話してたんですけど、ね、まだ怖い。リケちゃんさん助けてくれるかもしれないって言ってるんだけど、ちょっと怖いみたいな、これ怖い、キャンプがないとか、そういうのをちょっと変わってキャンプになるのかな。今度にね、やっぱすぐで連絡しようかなと思ったんですけど、寝てたから今からもうちょっとトラブルを持ってたから今度とは連絡取らないようにしようと思ってたんですけど、近藤を飛び込んで、近藤がちょっと悪いんですよ。それがね、マネさんですけど、ユイガかユイガくんのときも、池ちゃんさんが揉めてるのに、ユイガくんの出生パーティーみたいな、物とかみたいな感じで言ったら、池ちゃんとは別に連絡取ってないけど、別にそのまま仲いいみたいな感じで近藤言ってたんですけど、ちょっとトラブルが乗ってくるみたいな感じで、ちょっとそこは東京都みたいな、ね、直樹くんに、札幌の直樹くんにメールを入れたんですけど、応答がないのか、今湧き下に入れたんですけど、湧く、僕はなんか YouTube で一緒に撮ってくれるんだって言ったんですよ。娘のものみたいに、テレパシーで答えるんですけど、ブライアンさん入ってくるんですよね。誰か、ちょっと自分で池ちゃんさんの連絡先聞かなかったので、電話番号とか分かんないので、自分の電話番号を伝えて、ちょっと電話が今日止まっちゃうっぽいんですよね。だから、ちょっと電話が止まっちゃうんですけど、池ちゃんさんの電話先生の電話番号を聞いて、それかしら言ってくれてるんですけど、ちょっと分かんないんですけど、誰か、もし池ちゃんさんの連絡先とかあったら教えてもらえるかな。池ちゃんさんから連絡もらえるように伝えていただけないですか。よろしくお願いします。すみません。じゃあ。